しかし中でもこういう中世社会の中で商工業の発達というものが極めて強まってきて、これもアジアの文化交流を非常にこう変革するものでございました。まあ、それにもそのような社会情勢で中世の仕組みが大きく変わってくるというのが近世ということにあります。これは一方では商工業者が非常に強く力が強くなると同時に、その力を基盤とした新たな王権というものが出来上がってくるという段階というふうになります。これは世界的には大航海時代ということで、アジア、ヨーロッパの力が、世界が一つといいますか、世界は多元的なのですが、それぞれが独立して存在するのではなく、交流の中で存在するという新しい時代に移っていきます。この近世社会を基盤として、近代社会が生まれます。ここでは国民国家の時代というふうにこう定義しておきたいと思います。近世は商工業者の力の強まりと新しい王権、強い王権の組み合わせで成立したものでありますが、その商工業者をはじめとする国民の力というものが王権より強まってくるというね、そういう時代の中で新しい制度が出来上がってきたのが、近代社会というふうに考えてよいと思います。